自分はこうあるべきだという信念を持って戦います。だからまあ結局はいわゆる自分との戦いってやつなんでしょうね。何事もビビりなんですよ俺は。だからそんなひよってる自分にある種宣戦布告する感じですね。何かが欲しけりゃ自分で掴み取れと。ビビったままじゃ何も変わんねえぞ。俺は戦うたびに強くなってやる。そう思って生きてます。調査兵団に入ってとにかく巨人をぶっ殺したい。エレンと初めて会った時そう言ってたな。それがあいつの根っこにあるんだろう。まあ何にしてもエレンの本質は昔から変わっちゃいねえ。あいつは本物の化け物だ。どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、あいつの意識を服従させることは誰にもできない。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人は大事なものを捨てることができる人だ。僕はそう確信しています。そしてエレンにはそれができる。それも何の躊躇もなく。